前回のあらすじ、配合を禁止されたタッピーちゃん。いよいよ地方奪還のため、魔王の城へ突入する。城内には万人が待ち構えていたが、スクルトをフル活用して余裕の撃破。最奥部には飛行光の王具を持った無道が待ち構えていた。無道は危なげなく撃破。さらに、天空世界の魔王として指揮を取っていたのはカメハ王子だったことを知る。大混乱の中、狭間の王道具も登場。今までに集めた秘宝と丸太のへそを交換する商談を持ちかけ、去っていった。この商談に乗るべきか、一度丸太に戻り、作戦を立てることになった。どうも皆さんこんにちは、ゆっくりタッピーと。ゆっくり盆栽タッス。さて、前回狭間の王道具にえげつない商談を持ちかけられました。海鳴りの鐘、破壊の鏡、大空の盾と丸太のへその交換。これ、やっぱり罠だと思うんすけど。でも見てよ、周り4つ先、めっちゃ枯れてるよ。悪棒がへその代わりになっているとはいえ、それも限界が近づいているってことっすね。賭けにはなりますが、悪棒のアドバイス通りここは道具の商談に乗ることにします。出発は明日になったため、一旦自宅に戻りましたが、丸太に来た当時の青空とは大違いっすね。兄のルカに再会、天空の世界であったことを話します。さすがにこんな少女が道具の元に。タッピーさん、光のオーブが光ってるっすよ。ほんとだ。なぜこのタイミングで、振り向くと、なんかヤバそうも光を放っています。ああ、モントナーのことっすね。最近出演がなさすぎて完全に忘れてたっすわ。忘れてやるなよ。道具倒し、我が元に参れ。倒すのはいいとして、その後どこに行けば。もしかしてなんすけど、なんかヤバそうの母親であるあの白いドラゴンのところっすかね。ただ、なんかヤバそうはこれ以上喋らず。このモンスターには謎が多そうです。光のオーブが光った時だけ更新ができる、ってことっすかね。ただ、道具を倒せ、ということはよくわかりました。企画開始時はここまでいけるなんて思いませんでしたが、ここまで出たら絶対に丸太の英雄になるしかない。さて翌日、ワルボーから今まで集めた秘宝3個を託されます。いよいよ狭間の世界に突入っすね。なんだか緊張してきたっす。ただ、丸太が沈むのも時間の問題。うかうかしている余裕はありません。タッピーちゃんが、やるしかないです。遠くからもらった狭間の鍵を使い、いざ突撃です。うへぇ、なんだか不気味っすね。あちこちに鍵の破片、そしてガーゴイルの銅像、そして空模様もなんだか不吉。明らかに今までの異世界とは違います。とんでもないところに招待されたっすね。おそらく目の前に見えるあのお城に、遠くが偉そうに座って待ってるんすよね。早速お城に乗り込んで、遠くとの直接対決と参りましょう。しかし、その前に我々を当選簿してくるものが、幼女ストーカーマスターじゃないか。ひどい言われようですね。我々は道具にしか用はないんだ。早くそこをどいてくれませんかねー。へえ、よりによってお前に宝を差し出さなきゃいけないのを。そんなもん嫌に決まってんだろ。いいえ、一択です。私は死ぬ方など考えぬことだ。安心しろ。丸太の世相はちゃんとある。ダメみたいっすね。無限ループほんとひでえや。仕方ないのでダークマスターに秘宝を渡しました。これで丸太の世相を渡してくれれば、とりあえず商談は成立っすね。でもなんかこいつ、取引終了とか抜かしてるんですけど。それってつまり、やはりダークマスター君がここで勝負を仕掛けてくるようです。道具の元へ行くためにはやるしかない。ここでダークマスターには消えてもらいます。いざ、勝負です。さあ、こちら初よすよのつよ、ぶっ壊れ、ニヤニヤしてるをメインメンバーとしています。相変わらず名前がひどい。おそらく相手のメンバーを見るにサソリアーマーがエースだと思うので、まずはサイドを全体呪文で倒せるようぶっ壊れにインテライアをしよう。つよつよのつよはスクルトを命令し、しっかりと場を固めていきます。相手の攻撃を全部受けた印象っすが、火力はそこそこという感じっすね。これ、もしやスクルトを切らさなきゃ楽々勝てるんじゃないか。さて、つよつよのつよは再びスクルトを命令、これでもう失う。やっぱり敵の痛恨率って異常に高い気がするっすよね。これで回復薬は、スタンバイに控えるシーンだけになりました。ここまでは比較的なんとかなってるっすから、これ以上モンスターが倒されない。回復殺意高すぎやろ。痛恨の一撃でニヤニヤしてるを倒し、さらには崎で即死まで狙ってくる。これ、死神貴族がエースの間違いじゃない？サソリアーマーさんが泣いてるよ。サソリアーマーさんが使う疾風好き、必ず先制はするのですが威力が下がるので、そればっかり使ってくる分には全然受け切れちゃいますから。ただこのターンは聖剣好き、1ターン貯める分、ダメージ量も大きくなるっす。ただ、それもスクルトを2回かければ致命傷にはなりません。スクルトを絶対に切らさない、これを意識して戦っていきたいですね。つよつよのつよの回復もデフォイミで追いついたし、順調そのものっすね。さて、そろそろサイドのうち1体は倒して手数を減らしていきたいところですな。結構ダメージは与えてるっすからね。あと1、2回の攻撃は。さすがにこれは切れていい？自分の回復薬を2体とも痛恨の一撃で倒すの、強すぎないか？
こうなると厳しくなってきますが、まずは空いた枠に半身を投入。常にマコカン保ちの盾になってもらいます。回復は道具で補わないとっすから、体力には気をつけないといけないっすね。というかあの死神貴族、レホマラーも使えるのか。やっぱり相手、死神貴族がエースモンスターだと思う。こっちも反撃、ぶっ壊れの劣化切りとオーラで攻めて。よし、ここで死神貴族を落とせたのは大きいっす。これはこのターン、グラコスも落とせそうな予感がするな。予想通りグラコスも撃破。あとはサソリアーマー、あんただけだ。ここからはひたすら殴り合いなので倍速することにして、ここで皆様に一つ、聞きたいことがあります。ダークマスターさん、なんか舐められててかわいそう。このまま行けば、表ストーリーはなんとかクリアできると思うのですが、ラスボス戦やその前の戦いでは、どうしても動画時間が長くなりそうなんです。そこで、ラスボス戦もカットや倍速を多めに入れてなるべくテンポよくするか、それともラスボス戦はほぼノーカットでお届けし、動画時間を2、30分にするか、どうしようか悩んでいるんですよね。後者の場合はプレミア公開をしてみようと思ったりもしています。なかなか難しい問題っすね。それで、視聴者さんに意見を募るんすね。コミュニティのところにアンケートを作っておきますので、ぜひこの動画を視聴し終わった後、概要欄からアンケートに飛んでいただき、投票、ご意見いただければ嬉しいです。想像よりたくさんの方に見てくださったこのシリーズ、いい形で締めくくりたいっすね。さて、戦闘に戻りますが、数ターン前から吉田沙織をメインに上げて、バイキルトで2体の攻撃力を上昇、相手を徐々に追い込んでいるところです。相手の防御力も相当高い、回復もギリギリ。そろそろ倒してほしいっすね。闇の波動での妨害は厄介だったけど、なんとか攻撃を耐えて。よーし、ダークマスターを撃破です。さあ、おとなしく道を開けてもらおうか。死神貴族の痛恨ラッシュもあったっすが、なんとか力負けすることなく押し切れたっすね。さて、モンスターたちが倒された幼女ストーカーマスター君。あのモンスターたちは洞窟から譲り受けたモンスターだったんすね。力だけ追い求めた彼。タッピーちゃんに負け。お別れのようです。まさか洞窟、ダークマスターを本当に消してしまうんじゃ。ダークマスターはモンスターをもらうとき、相当厳しい契約をしていたようで、もし負けたら命が尽きるそうなのです。確かにダークマスターは幼女ストーカーだったっすけど、ここまでやるなんて、誰も望んでないっすよ。敵ながらなぜか憎めないダークマスター、ここで闇に蝕まれ、消えていきます。ドーク、本当に下劣非道なモンスターですね。なぜかダークマスターの仇も落ちたくなってきた。しかもマルタのへそを上げる気は一切ない。これは直接対決するしかないっす。こうなったら絶対にドークを倒して、マルタのへそを奪うしかない。待ってろ、